が発車いたしています。次は爪よし2丁目企業団地前、爪よし2丁目企業団地前です。大阪府警察からのお知らせです。最近高齢者を狙った特殊詐欺被害が多く発生しています。犯人は銀行職員などを名乗って自宅にキャッシュカードを取りに来たり、息子などを名乗って金銭を要求してきます。暗証番号、それ言うたら金引き出されるがな。俺やけど、それ信じたら金取られるやん。以上、大阪府警察からのお知らせでした。はい、まもなく爪吉二丁目金魚団姉妹です。はい、ご利用なければ通過いたします。次は北港ヨットハーバー、北港ヨットハーバー終点です。次は終点北港ヨットハーバーです。お忘れ物ないようご注意ください。バスごりをありがとうございます。まもなくもこれからは終点です。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。